こちらの公園にあるトイレには立ち入り禁止の黄色いテープが巻かれ、中に入れなくなっています。3日午後3時ごろ、大分市牧上町の牧平児童公園で、トイレの手洗い場が壊されているのを利用者が発見しました。さらに250メートル離れた大分市牧1丁目の牧早園公園で、昨日。 便器とタンクが壊されているのを市の職員が見つけました。これを受けて、これを受けて市が調査したところ、半径500メートル以内の合わせて4カ所の公園で被害が確認されました。市によりますと、4カ所の公園とも2日午前に清掃したときには異常はなかったということです。市は今日警察に被害届を提出。警察が器物損壊の疑いで捜査しています。